サッカースタジアムが見える、オフィスっておそらく日本でここだけだと思いますし、スタジアムシティ全体で、働いていただきたいなと思っております。10月14日の開業に向けて長崎市幸町で建設が進められている長崎スタジアムシティ。スタジアムに隣接する県内最大級のオフィスビル、スタジアムシティノースは11階建てで、1階から3階が商業フロア、4階から9階がオフィスフロアとなっています。会議室やリフレッシュスペースなどの共用スペースも充実していて、これまでに長崎大学や IT 関連のトランスコスモスなどの入居が決まっています。今日は入居を検討している事業者31社が見学会に参加しました。今まで長崎でなかったような企業であったり業種っていうのが入ることによって、若者にとってですね、ここの長崎で働きたいということを通して少しでも地域に貢献できるかなとは思っています。現在オフィスフロアで契約が成立しているのはフロアのおよそ7割で、10月1日から順次入居が開始されます。